はい、どうもサリーです。新年明けましておめでとうございます。口が回ってね、寒いんですよ。はい、今日はですね、1月2日ついに日の出見に行くツーリングの当日となりました。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。はい、まだね、日は昇っていません。今年は寝坊することはなく、無事に3時半に家を出ることができました。はい、ありがとうございます。今年はね、でかい寒波が来ているということで気合い入れまして、まあこれ見ていただけたらわかるかなと思いますけれども、電熱グローブを調達しまして、まあ今日初運用ということでね、やっています。今回この電熱グローブだけじゃなくて、俺なかなかね、いろいろと準備してきたんですよ。北海道背中に6枚ぐらい貼りまして、もう今背中がね、もうあっちあっちですよ。なかなかいい感じで温まっております。靴下にも貼る北海道を貼り、ちょっと厚手のタイツを履き、はい、で、裏肝のパンツを履きですね、上はもう5枚ぐらい着てますね。下は2枚ですけど、下着入れた3枚ですけど、まあまあまあなかなかの厚着で着膨れしているという状態なんですよ。トイレとかに関しても、もう万全の対策を取ってきました。もう出すもの全部家で出してきまして、トイレ寄らねえで犬吠埼まで行けるぞという、まあ、そういうね、状態まで持ってきました。個人的にはね、仕上がってんじゃねえかなという感じではあるんですけれども、もう万全の状態です。でただね、やっぱりね、生理現象、トイレに行きたくなるんですよ。でまあ、あとね、その犬吠埼まであと40分ぐらいで着くっていう段階になってね、ちょっとトイレ行きたくなっちゃったんですよ。でトイレ行ったのね、コンビニ行って、で用を済まして、まあトイレ借りたからあったかいコーヒーでも買うかなと思って、出したのにまた入れるっていうね、またこれでね、トイレの悪循環というのができちゃうんだけど、まあまあでもね、やっぱあったかいね、その飲み物ぐらい買っときましょうよと、飲んどきましょうよと思ってね、あったかい飲み物のコーナーに行ったわけですよ。で俺ね、コンビニ行くとやることがあって、右後ろのポケットを触って財布があるか確認するっていうのがあるんですよ。で俺何回か財布を忘れたりとか、したことがあってね、若干トラウマ的な感じになってるわけですよ。皆さん分かりますよね。まあ今回も、まあ、右ケツのポケットをね触って、財布あるかなと思って確認したらね、ないの。全てを万全に整えた男がだよ、財布を忘れました。いや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 、そんなことないだろうと思ってさ、でカバンの中とかも調べたの。全てのポケットを調べ、カバンのポケットを全部調べ、結果愕然とするっていう。とりあえずやらかさないではいられないという感じなのかな、俺は。年始め一発目とりあえずやらかしとけみたいな、そんなのがあるんかもしんない。いや俺は全然そんなこと思ってないですよ。財布忘れたくて忘れるやつなんかいないじゃないですか、普通に考えてね。だって何が起こるか分かんないんだから。それでもね、ちゃんと来られたから、まあ良かったなと思いますよ。特に大きなね、事故もなくここまで来ることができたっていうのはね、非常に良かったなと思います。はい、ありがとうございます。いやー、なかなか知らんできていい感じになってきましたね。あー、来ましたね。おー、灯台が見えました。ちょっと小さくて見えないかな、ライトアップされてて綺麗ですね。いやいいですよ。おー、着いたよ。なかなか長かったね。おはようございます。明けましておめでとうございます。やべえ。はぐれた。
カメラの電源を入れてなかったなと思って一瞬止まったんですよ。一瞬止まったら全員が俺を抜かしていくっていうねいや今年はさ、カメラの位置とか考えてさ、みんなが俺のことをこう抜いていくっていう絵を撮りたかったんですよ。いやそれなのにやっちゃったないやみんなあれあいつ何のどこ止まってんだろうとかって思ったかもしんねえな。まあ一応あの集合場所はもう決まってるんで、うん、そこに行けばいいかまあいいか。この後ろのカメラが悲しく動いてるなあー映ってるやーべえ。いやーやっちゃったな。よしいやーいろいろやらかしたな。ドンとやべえ、どんどんかわすればいいんだろう。でこういう時に限ってニュートラルに入んないんだよね。すいません遅れましたはい、ちょっとカメラ手間取って動画はもう本当に海の絵しか撮れてないですやばいっつってじゃあすいません、またさっきみたいに後ろか横か来てもらっていいですかすいません、ありがとうございます。入ってます？はい、ということでね、いかがだったでしょうか。回を重ねるごとに人が増えてきて、いて、非常に嬉しいです。はい。で、まあ、今年はね、ちょっとコロナの影響で人は少ないだろうなと思っていたんですけれども、意外とね、皆さん来てくださって、まあ、あの GBA 乗ってる方がね、4名来られたんで、あの情報交換をすることができたっていうのは良かったかなと思います。持病が出たとか、うん、まあそういう話になるわけですよ、年寄りかって思いますけどね。あのみんな同じような悩みを抱えているわけですよね。だからね、そういうのはね非常に、有意義だったなと思いました。うん、あとね、久しぶりに大型乗ってる方々とお話ししましたけど、やっぱね、こう普段あんま見ないんですよ。止まってるバイクとかもさ、まじまじとさ近寄ってってさ、あ大型はこんな感じなのかとかって見ないじゃないですか。おーいーっつってさ見ないじゃないですか。まあこうやってね、集まる機会があると大型をねすごい間近でまじまじと見れるんですよ。うん、でしかもさ、今回来てくださった方々が鈴木とか BM とか、ホンダもそうだったし、まあね、あの大型乗ってる方が何名かおられたんで、まあそのバイクをねやっぱ近くで見るわけですよね。そうするとやっぱね大型いいなって思うようになってくるんですよ。そういろんな話が聞けてよかったなと思いました。はい、まあね、また来年とは思っているんだけれども、ちょっとね、どんな感じになってくるのかっていうのがまだ分かんないので、まあうん、まあ来年もできたらやろうかなと思います。はい、今回来てくださった方々本当にありがとうございました。うん、そんで、まあ、見てくださった方々もね、ありがとうございました。なんかこうちょっと楽しい感じがね伝わったら嬉しいなと思います。
はい、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。そしてまた今年1年よろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。